チームディフェンダー守備さえ強ければどのリーグ行っても優勝できる説。以前こちらの検証で我々の予想だにしない結果を残したチームディフェンダー、今回はそんな彼らにご褒美企画を開催。何かと攻撃の選手に注目が集まりがちなサッカー界に一石投じてもらうべく、世界各地から最強ディフェンダーたちが集結。メンバーはこちら。バックライン左からアラバ、マルキーニョス、ルベンディアス、ハキミ、中盤にはカンスロとロバートソン、トップ下にはリバプールの貴公子トレント・アレクサンダー・アーノルド、ウィングにはテオ・エルナンデスとカイル・ウォーカーの音速コンビ、ストライカーは世界最高のディフェンダーヴィルジル・ファンダイク。サブにも強力なメンツが控える最強ディフェンダーチームが完成。なお今回はセリエ A とプレミアリーグで検証ということで、まずはセリエ A に挑戦。開幕は強豪ラツィオと対戦。守備のイメージが強いセリエ A でチームディフェンスはどんな戦いを見せてくれるのか。キックオフ。試合は4分、いきなりのピンチをさすがの対応力で防ぐ。すると10分、チームディフェンスにファーストチャンスが。しかしシュートは力なくバーの上。さらに26分にもチームディフェンスがゴール前で完璧なパスワークからチャンスを作るも、オフサイドで得点ならず。その後も抜群の守備力で相手の攻撃の芽を摘み取るが、自分たちもうまくシュートまで持っていけず前半終了。そんな中エンドは変わり、後半開始早々テオ・エルナンデスが持ち前のスピードでサイドを切り裂きチャンスを作る。すると試合は50分、中盤のテクニックに定評のあるディフェンダーたちがパスをつなぎ、最後はテオ・エルナンデスのゴール。いい時間帯でチームディフェンダーに待望の一発が生まれる。攻撃陣さながらのパスワークからゴールを奪った。その後は安定した守備で一切チャンスを作らせず試合終了。開幕戦からクリーンシートでさすがの立ち上がりを見せた。そんな中続く第2節のトリノ戦、この試合でも安定した守備で相手の自由を与えず流れを作ると、前半終了間際ロバートソンがネットを揺らし、この試合でも先制ゴールを記録。見てるかフォワード、そう言わんばかりのパフォーマンスで会場を沸かす。さらにエンド変わり後半、ここまでゴールのないエースに変え、ディフェンスのゴール記録を持つセルヒオ・ラモスが投入されると、交代直後のファーストタッチでいきなり決定機を演出。その後試合は進み、終了間際にもラモスのパスからチャンスが生まれコーナーを獲得。途中交代ながらさすがの存在感を放つ。さらに直後のコーナー、ラモスがこぼれ球を押し込みゴール。これぞセルヒオ・ラモス、相手の球を打ち抜き、さらにゴールも決める怪盗ぶりを見せた。結局試合は2対0で開幕連勝。さらに2試合連続のクリーンシートでディフェンス陣の大いなる可能性を見せつけた。そんな中第3節、勢いに乗るチームディフェンスはセリエ A ビッグクラブユベントスと対戦。するとこの試合は珍しく開始早々からピンチが続く。そんな中18分、あろうことかチームディフェンスが失点。今シーズン初の失点でチームには不穏な空気が。それでも29分、チームディフェンスは絶妙な連携から決定機を作るも、エースがこれを決められず。試合は33分、そんなチームディフェンスに再びビッグチャンスが。アーノルドのパスをファンダイクがスルーし、カンセロの豪快な一発。見事な連携とフィニッシュで、もはやディフェンダーの域を超え、攻撃陣にも引けを取らないゴールを見せた。しかし前半のアディショナルタイム、肝心な守備がおろそかになり再び失点。鉄壁を誇るはずのチームディフェンスがまさかの2失点目。再び追いかける展開となり前半が終了。しかしエンド変わり後半はチャンスを作りながらもフィニッシュで精彩を欠き、ゴールを奪えないまま試合終了。強豪撃破とはならず開幕連勝もストップとなった。その後第4節第5節ではこれまで絶対的な安心感を誇っていた守備が崩壊し3連敗。なかなか難しいシーズンとなっているが、
第6節のモンツァ戦で復調の糸口を見つける。試合は開始10分、ロバートソンのゴールで3試合ぶりのゴールが生まれると、その後は怒涛のゴールラッシュ、一挙3得点の大爆発でモンツァに圧勝。再び調子を取り戻したチームディフェンス、ここらでシーズン終了までスキップし結果を見ていくことに。果たしてチームディフェンスはセリエ A で優勝することができたのか。惜しくも2位、ゴール数ではリーグ2位とディフェンスチームとは思えない攻撃力を見せつけたが、リーグ最少失点はミランに譲る形となり、まずまずの結果に終わった。続いてはプレミア挑戦、チームディフェンスはどのような結果を残すのか。開幕戦はいきなりビッグシックスリバプールと対戦。試合は13分、クリアミスを拾われ、そこから失点。さすがはプレミアリーグ、開始早々の失点で難しい展開に。それでも34分、コーナーからウォーカーが頭で合わせゴール。守備の主力がこっそり抜けたリバプールの穴をつき、試合は振り出しに。その後は堅い守備で攻撃の自由は与えないが、自分たちもチャンスを生かすことができず、どっちつかずの展開で試合終了。勝ち点を分け合う結果に終わる。そんな中、第2節でも守備はいいがゴールは決められない。そんならしいといえばらしい戦い方で、試合はスコアレスドローに終わる。そんな中、第3節で今季最強アーセナルと対戦すると、この試合でも守備では抜群の安定感、さらに課題の攻撃もカンセロがゴラッソを叩き込み、アーセナルを撃破。その後のマンチェスターシティ戦でもその勢いは収まらず、この試合もクリーンシートでシティを撃破。チームディフェンスが戦い方を確立し真骨頂を見せ始めたので、ここらでシーズン終了までスキップすることに。果たしてチームディフェンスはプレミアの舞台で優勝することができたのか。惜しい。リーグ最少失点を記録するも、恐ろしいのはルベン・ディアス、ラポルテ、カイル・ウォーカーが抜けたシティがまさかの失点数同数で並んでいること。理不尽なシティの結果に若干納得はいかないが、やはり攻撃は最強の防御ということなのかもしれない。ということで次回、現役最強攻撃チーム、攻撃は最大の防御を体現できる説を検証。チャンネル登録をしてお待ちください。